はい、皆さんこんにちは。こんにちは。この音楽聞くと、あ、うん、OSP ラジオというふうにイメージがかかって湧いてもらえたらいいですね。そんなね、時代が来るのかな。今日も、はい、那覇市の三重橋のスタジオで収録をしています、はい、沖縄 SDGs プロジェクト事務局の日高と黒田です。よろしくお願いします。早いものでって、きっと番組それぞれ ねパーソナリティの人みんな皆さんおっしゃってるでしょうね。言ってそう、そう言いたくなる時期ですよ ね、 もうね。今日は、はい、毎週日曜日の12時からこちらの番組は放送されているはずなので、はい、11月の24日とあと12月の1日の放送をでも流れている、はい、そうですね。11月も終わりがけです ねっていうか12月も放送されてるんですよ。どうしましょう。もう12月の我々は笑っているのか泣いているのか。いや、もう笑うしかないって感じですかね。さて、私たち沖縄 SDGs プロジェクトはですね、はい、琉球新報社が取り組んでいるプロジェクトでして、はい、沖縄の素敵な中小企業の皆さん、うんうん、沖縄県外の素敵な会社の皆さんとも一緒になりながらですね、県内の課題解決を推進していくんだ、うんうん、私たちが解決するんだという思いで日々活動をしている、はい、もう今年で5年目になったプロジェクトですね。まあ、コミュニティですよ、プラットフォームですよなんて自己紹介したりするんですが、うんうんうん、まあ、我々も日々悩みながら、いや本当ですよ、悩むことばっかりですよね。もうね、どうしようどうしようって思いながら、もう本当に県内ってそのね、経済同友会とか、うんうん、中小企業家同友会とか、うんうん、まあ、いろんな同友会だったり、うんうん、その中にも部会みたいなのがあったりして、うんうん、でまた、県庁とかが主催する何々の委員会、県庁、あ、県庁、自治体の、そう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 、うんうん、そうですね、なんとかこう男女共同参画を考える委員会とか、うんうん、まあ、それが各市町村にもあったりして、うんうん、まあ、いろんなことを解決しようと日々皆さん集まってるわけですよね。その中でこの琉球新報を筆頭にこうみんなでワイ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 やっている沖縄 SDGs プロジェクトは、違いとしてあるのは何なんだろうとかいろいろ考えてたんですけど、うんうんうん、まあ、年に4回5回ぐらいカンファレンスイベントでこう集まって顔を合わせる機会があって、うんうん、実は今日も我々この収録終わった後カンファレンス回すんですけど、なんていうのかな、なんかその、ま、学んで終わりではない講演会を、うんうんうん、講演会出て名刺交換してお酒飲んで終わりではない、うんうんうん、イベントをやってみようっていうところで、ま、とにかく人間として一緒に何かできないか考えるみたいなことを、ま、大事にしてきた5年だったのかなとは振り返って思っていて、うんうんうん、ま、ただこれなんか企画会議でよく話をしているんですけど、こう人と人とでこう まあ、やってると、うんうん、でもなんかこのコロナ禍終わった後もうイベントの数みたいなのも、もうちょっと統計誰か取って発表してほしいんですけど本当にもうなんか週末もイベントない日ないし、うんうん、なんていうんですか、セミナーがない週ないし、そのセミナーもほらオンラインがものすごく増えてるから、ね、まあ、便利でもあるけれどもオンラインでいいやっていう風にもすごくなりがちですよね。そうなんです、自分も含め。だから東京とか福岡とか大阪とかの素敵な企画にオンラインで参加できることも増えたし、うんうん、から何のイベントはオンラインでよくて、うんうん、何のイベントはリアルじゃなきゃ嫌なのかみたいなこともなんかセンスが問われるようになってきた気がします ね。いや本当にだからオンラインで興味のあるものなんて探してたらもう時間24時間じゃとても足りませんっていう、ね、そう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 状況になる中で何を選ぶかっていうところですよね。でこうインプット型だなということを、うん、本当に感じるんですよね。本当に思います。仕事ってその日に成果が出るノウハウみたいなものとは違う時間軸があって、うんうん、やっぱり沖縄 SDGs プロジェクト5年目になって、うんうん、顔なじみの人っていうのがいたりとか、それぞれの企業の中でのトライアンドエラーがこう実を結び始めたり、まあ、今日のカンファレンス、うん、今日ってねあれですけど収録している今日11月の14日ですね、はい、の出ていただく OES さん、受験ゼミナールさんとかは、うんうん、こういうふうに事業部の中でチーム作ってて、うんうん、まあ、そこでこういう声が上がってこうこうこう、うんうん、それらが沖縄 SDGs プロジェクトのおかげだなんては思ってないんですけど、でも一助にはきっと慣れているはず、うん、でなんかやっぱり横の沖縄銀行さんが制服集めるプロジェクトやってるとか、うんうん、あ成功してるとか、うんうん、実際に新聞に載ってるの見たりとか、なんかいいそのやってみようが循環する場にはなってるのかなみたいなことを
をちょっと考えたりしてました、うんうん、いや本当ですよね。なんかそう、なんかここですぐに何かすごく大きな成果が出るわけじゃないけれども、うん、なんかちょっとずつちっちゃい芽が育っていく土壌であったり、うん、なんかちょっとした栄養とちょっとした水分の一部だったりみたいなね、そう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 感じかなと思うんですけど、ただ昨日ちょうど、うん、あのまあ、OSP の加盟を検討してくださっている、うんうんうん、あの会社さんとねちょっとあの面談というかあのミーティングをしてたんですけれども、はいはい、まあ、すごく前向きで、多分2月の時には2月にカンファレンスがあるんですが、その時には多分新規パートナーさんで発表してくださるんじゃないかなと期待しているんですが、まあ、あの県外企業さんなんですけれども、やっぱりそのあの、まあ、エコのことに興味があって、うんうん、でそのなんていうか自社だけで何かをやるじゃなくて、うん、いやそれはまあその商品が非常に高価だから一社で買えるようなものじゃないっていうところもあるんですけれども、はいはい、まあ、そういうものを媒介にしていろんな地域のつながりの中でこうネットワークの中でこうこの地域はこういうことをやってるっていうものが作れたらっていうことを言ってらっしゃって、 OSP も本当にぴったりですよねっていうので、まあ、OSP を見つけて連絡をくださってっていうところなんですけれども、素敵、でもやっぱりなんかそのいろんなやっぱり業界団体だったり、うんうんうん、ところは、まあ、割と大きな企業さんなので、うん、まあ、もちろん加盟してますと、でこうよくわかんないけど加盟してるところもいっぱいあるけれども、うんうん、でもやっぱりこうなんかいろんな人たちが集まって、でかつ一緒に何かをやろうよねっていうスタートラインに立ててるのはすごく大きいですっていうふうに言っていただいて、うんうん、もう いろんな業界団体があってもそこにこの話を持っていくと、ここにはこんな話をし、こっちにはこんな話をし、でそれぞれに思惑があってそれを調整しとかっていうので、うん、もうやっぱりなかなか進めるの大変なんですって。いやそうなんですよね、うんうん、でなんかそう思惑、そうだし、なんか、まあ、思惑っていうとちょっとネガティブかもしれないですけど、まあ皆さん活動目的というかねそれぞれに、ね、そう求めるものがあるので、そうですね、なんか迷うというか、そうだからなんかまあ来年度の沖縄SDGsプロジェクトの企画の仕込みのシーズンになってきていろいろ考えていて、なんていうのかな、なんか私その琉球新報のこのプロジェクトの他にスタートアップの支援をするような仕事をしていて、そっちの会社ってまだ機関メンバーみたいなメンバーは10名弱ぐらいでやってるんですよ。で、あの皆さんがある総務とか人事とか経理とかも特に いなくて、みんなで兼任で会社を回してるんですね。すごい、それも素晴らしいですよね本当にね。いやもう何なんだろうこれはどういう制度なんだろうとか、この法律どうやって守ればいいんだろうとか、みんなで調べながらなんかその就業規則作ってなんか照らし合わせたりして、そうか、ね、就業規則も一緒に作っている、うん、とかも見直そうみたいになって少し見直したりとか、まあ、そういうことも起きていて、で、まあ、でも多分ベンチャーというか若めの企業って他にも県内にいくつかあって、でみんな見ると困ってるんですよ、そういうところが、うん、そう、なんかもっと困りごともシェアしながら解決策もシェアして、うん、結果的に沖縄が良くなる、うん、スピードが速くなるみたいなのやれたらいいのにねみたいなことを昨日はメンバーと話してて、多分これ他の企業にも役に、まあ手前味噌ですけど役に立てるよねみたいな、いやだと思いますね、うんうん、そう、そんなことを考えていた時に、まあ、沖縄SDGsプロジェクトに参加している企業のなんていうんですかね、年というか、年数も様々だし、うんうん、規模も様々だし、立場も様々、うんうん、でそういういろんな人が混ざるっていう機会の創出と、うんうん、また違うタイミングで世代とか年代とか、うんうんうん、まあ、ジェンダー性別に合わせた企画も打ってもいいのかなみたいなことを考え始めました ね、うんうんうん、ね、それは本当にそうですよね、うん、こう違うものが混ざって出るところと、うん、まあ、同じあの、ね、うん、割と似た人たちがいて、でなんていうか共通する話題というか課題であったり、そうそうそう、話すところっていうのもまあ欲しいなっていうのもありますよね、うん、これ思ったのが、うん、その、まあ、今日この収録している日にやるカンファレンスで登壇していただくオリックスさんの、女性に特化したセミナーをやってみたというか、お悩み共有会をやってみたんですっていう話を、年代は割と揃えてグループ分けされたのかな、でその集まった人同士で最近どんなみたいなところから始まって、まあ実はこういう不調があって、私もみたいなことをそのテーブルで、なんか初めて会う社員の人もいたけど全然すぐ打ち解けて、いやそうだよねそうだよねって話せたみたいな話をしてて、これなんで花さんに今シェアしたいと思ったかっていうと、昨日
なんかまあ会社のプロジェクトマネージャーのメンバーだけの会議があって、うんうん、そこで40代かなの女性の人がなんかまあなんか最近モチベーション保つのがちょっとしんどくってって言って、うんうんうん、でまあなんか仕事の現場においてモチベーションってどっちかっていうとタブー寄りの言葉だと持ってて当たり前とかねそう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 思う感じですよね、うん、でただなんかその、うんパッと判断するのではなく一旦その人の言葉を聞くっていう、うんうんまあ、訓練を最近自分なりにこう始めていてなんかモチベーションダメとかじゃないみたい な、うんうん、なんかそうなんだなと思って、うんうんまあ、ネガティブケイパビリティって言うんですけど、うんうん、その消極的にこう、うんまあ、消極的を積極的にやるっていう難しい訓練、うんうんうんでそう話を聞いててモチベーションでその後に同世代の男性ともっと上の世代の男性が、うんうんうん、なんか2人1人目のそのもっと上の50代か60代ぐらいの男性のメンバーはなんか自分は乗らない時はもう乗らないなりに仕事するようにしてますみたいな話してて、うんうんうん、遊びに行ったりとか少し休んだりみたいな切り替えを得られるようにみたいな、うんうんうん、この人多分うちの仕事以外にも会社やってたはずで、うんうんまあ、なんか選べるあの特権を持っているというかでなもう一人の人はもうめちゃくちゃ忙しい人なんですけど、まあ、なんかできない時はできないなりにこうやるようにしてますみたい な、うんうん、なんかあんまり考えなくていい仕事とかを多めにやるようにしてアクセル徐々に入れてってますみたいな、うんうん、ただ前提2人とも男性で、うん、その投げかけた人は女性なんですよ、うんうん、で投げかけられた男性ってそんなに上がり下がりないんですよねみたいなのをなんか前提にスッと入ってたんですね言葉が、うんうんうん、それ聞いた時になんかその以前沖縄 SDGs プロジェクトのカンファレンスに、うんうん、オイストのエリゼリーバー・オリガ先生出てくださって、うんうんうん、こう男性と女性の年齢とホルモンの、うんうん、ホルモンのだってホルモンのグラフを出してくれて最初に男性のホルモン出してくれましたよね、うんうん、こうなだらかな曲線を描きながら徐々に、うんうんうん、下がっていくテストステロンかなそう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 、うんうん、男性ホルモンが下がって、ね、ちょっとこの下がり始めの時期に、うんうん、あれなんか違うなとかちょっと鬱っぽいなみたいな疲れやすくなったなみたいなのが出ることもあるけど緩やかだからあんまり気づかないみたいな話を先生されてた、うんうん、でその後に出した女性がもうなんかもうジェットコースターみたいなもうなんかもうジャカ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 ってねそうあの皆さんあの折れ線グラフのなんかもう上下に振りまくるのねそうそうギザギザしてる感じですね大変ですよね心電図よりももっと凝縮したなんかジャカ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 心電図わかりやすいですね。そうですね。心電図なんかよりももっとギュッてなってる。うんうんええ、この1ヶ月分の1週間にギュッて縮めたみたいな雰囲気ですかね。そうだからそのギュッとなったグラフを見たのをパッて思い出して、ええええ、これはなんかその彼女は彼女の課題としてシェアしてくれてる、うん、自分がモチベーション保てなくて、うんうん、保てなくなってきてて、うんうん、もうこれ多分、うん、この彼女じゃなくて女性の課題なのではみたいなことを、うんうんうんすごくその時にそのカンファレンス思い出してって思い出したんですよ。ですよね。いや多分だから生物的にあると思いますよね。うん、でなんかいや本当に思うのが、うん、あの思春期子供たち荒れるじゃないですか、はい、あれも結局ホルモンの変化じゃないですか、はい、だから人間はあの別に性別問わず、うん、そのわずかな化学物質でもういかようにもこう、うん、翻弄される存在であるっていうところをでもまず踏まえとかないとやっぱり女性は女は上がり下がりが大きいから嫌だみたいな風なこともやっぱよく言わ、うんね、ちょっとねよく何十回言われましたよね仕事してあ言われてる春さんはアップダウンが激しいからっていう、そうだからそこにつなげられるのも全然面白くないし、うん、だからなんかまあ 前提はみんなその化学物質によって変化するしでかつなんかそれをじゃあそのなだらかであればいいのかとか、うん、なだらかにすればいいのかっていうとそうでもないこれってどうなんですか、うん、なんか自分がこう働いてきた道のりを振り返った時に、うんうん、やっぱりなんかそのアップダウンがなくて常に、うんうん、やっぱり一定の、ね、そうそうそうこう安定してる感じね入力したら同じレベルのクオリティ、もしくは上げ続けられるみたいなのが望まれてて、やっぱり男性のメンバーにされる期待と自分にされる期待って、まあ、今の会社はそんなことないんですけど、なんか違った場面もあったなって未だに覚えてたりして、いや
なんかすごい私は学校をやっぱり思い浮かべるんですけど、うんうん、特別な得意不得意がこうなでこぼこするよりは、うんうん、とにかく苦手はちゃんと底上げしなさいねみたいな、ねね、なんかそこにすごい近いものを感じるんですけど、なんか嘘だろそれって思うんですよだってみんな苦手ね得て増えてあるし本当だよ、ね、それをなんか平らにしましょうなんてなんかって分はすごく思う。でそれがいいこととも思わない、ね、なんていうか結局やりたいのはなんかその人が生き生き元気に働けたりとか、うんまあ、全体としていいなんか、ね、その組織がやろうとしていることのいいパフォーマンスを出すことが目的なのであれば、うんうん、その人のデコボコをなくすことにエネルギーを割くのは果たしてなんか、うん、なんかいいことなのかって思うとそうではないとは思うんですけどね。そう思いますね、うん、本当に認知とか、うんまあ、知能とか、うんまあ、なんか知能もあんまり好きな言葉ではないですけど、うんまあ、なんかそれぞれの発達段階とかそれぞれの発達速度とか、うんうん、それぞれが発達しやすいポイントとか、うんうん、発達しやすい環境みたいなものがこう本当に複雑で、うんまあ、やっぱりなんか植物も好きですけど、うん、この植木鉢でこの土でこの角度だったら育つみたいなものと、うんうんうん、哺乳類というか人間って全然違うで社会の中で生きている存在としての人間はまた違うみたいなことすごい、うん、社会じゃなくてなんていうのかなもっとちっちゃい村カタカナの村だったら、うんうん、多分もっとシンプルで、うん、なんかこれだけ機能が分散してるから、うん、でそこでをつなぐシステムも複雑化しているからこそのなんかシンプルに向き合えないこともあるんだろうな、うん、今の社会の方が全然私は生まれて幸せだったと思うんだけど、うん、そうそう隠れられるからね昔の村だったらね隠れられないですよねいえしかもなんか梅産んで育てて畑もやらなきゃいけないみたいなちょっと厳しいなと、ね、今はすごく自由があるなこれは女性が戦ってきたおかげでもあるからもう先人たちに本当に感謝してる、ねうんうん、投票のために思いますもんね何十年前は投票できなかったって何なのかなとか ね思いますよね、うん、本当にうん、いやすごいなんか、まあ、本当に社会運動って結局安保闘争とかいろんなことがあってこう、うんうん、忌避というか避けられるものだけど、うんうん、なんかうんでもなんかこの間、うんうん、スペインアルゼンチンかアルゼンチンに留学した大学生とわーって話した時に、うんうん、彼がもうなんかあっちも大変なんですよってなんか学費あ経済がもうめちゃくちゃなことになってるけどアルゼンチンそうそうそう大学に予算が降りてこないんですって、なんでその物価はめちゃくちゃ2倍とかでインフレになってるあそっかインフレが今大変なんだってかそうそうそう、うんうん、合ってなかったら訂正しなきゃいけない、うんうんまあ、でもインフレは大変っていう話はね私も聞きますねそう、うんうん、2倍になってるけど大学に振り分けられてる予算は同じ額、うん、だから実質半額に目減りしてるってことですねそうなんです、うんうん、で大学の先生たち給料もあれだし、うんうん、もうこのままじゃ授業できない、うん、大学維持できないってなって、うんうん、大変なことですねもう授業しませんでも授業しないのは学生には悪いみたいなそのジレンマを先生方は抱えてて、青空学級そうなんですもう街の街とか通りとかでオキュパイじゃないけどこう占拠して彼らがこう縁になって勉強してったりするんですよって言ってなんか今アルゼンチンに留学してる間にパートナーができたらしくてそのパートナーからも今日も青空学級みたいな連絡が来るへえいやでもこれなんかでもその大学にある地、知識の地、うんうんうん、知恵の地、地のその共有というかその解放という意味ではちょっとなんかすごい面白い試みですよね。そうそうそうなんかね、いやもうすごい知的な、うん、なんていうかデモですよね。ね、そうすごい非暴力だし、でその話聞きながらなんか彼が言ってたのは。でもなんかそのそういうことに参加してるパートナーが参加してるっていう、うんうん、なんか自分たち勉強できて当たり前だったし、うんうん、大学行けないとかなかったみたいな感じで、うん、こう自分たちはなんて言うんだろうでも彼実はその沖縄の県民大会にも参加して、うんうん、でも全員おじいちゃんおばあちゃんで自分たちだけが若くてめちゃくちゃチヤホヤされたけどめっちゃ怖かったみたいな、うんうん、だからそのチヤホヤのされ方が怖かった内容は怖くなかったんですよ、うんうん、内容は真っ当なこと言ってるって共感がすごくあったらしいんですけど、チヤホヤとかさもう君たちにかかってるみたいな、ねねね、もう期待どうなん背負わされてね3人で言ったらしいんだけどもうよく聞くれたみたいなね、3人に対して100ぐらいの人からこう期待をかけられる、うん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 、よくわかるすごい面白かったマスコミも村
上がってくるしね。そうそうそう、もうね、若者代表でね、めっちゃ取材されたらしいですよ。もう記者たちも、あ、いた、若者いたみたいな感じで、行けみたいな、バーって行きますからね、もうね。そう、うん、これなんかまあ、なんかいろんなことを彼なりに感じて、こう、咀嚼しているっていうプロセスがそこにあって、まあ、それもすごい面白いなって思うし、なんか何に帰ってくるかっていうと、まあ、年代とか性別とか、ある種同種のグループに分かれた上で集まるっていう機会喪失も意図的に増やしていってもいいのかもなみたいなことを思った。会社の枠超えて、いやなんかうちの会社福利厚生とかやる気は全くないかもしれないんですけどみたいな、でも女性陣ちょっと困っててみたいな、どんな感じでどうやってますみたいな話がやっぱり横でできるのはありだなみたいなことをイメージしましたね。まあ、なんかただほらなんかその同級生のモアイではないので、なんかそこの仕掛けがね、なんかどういう風にするとなんかほらついついほら同級生会みたいにねわーってならないね、なんかその OSP だから学べるとかね、なんか取り上げられるお題みたいなものを設定があると、会社で割り勘でサービス導入とかできたらいいですね。なんかその会社の中に対象者になる人は5人ぐらいしかいないんだけど、この更年期に対するサービス使ってみたいみたいな、30人集めたからみたいな、30人に対してサービス提供してほしいみたいな、なんかその全然ついてきてないんですけど何例えばオリガ先生って更年期とかのケアに対して商品を開発されてて、それを導入したいんだけど、県内の企業には振られまくってるらしいんですよ。女性だけに福利厚生提供するって何って言われるんですって。男性はそれは使えないのに女性だけするのみたいな、私ホルモンバランスのグラフ見ただろみたいになるんだけど、喧嘩してもしょうがないんだけど、そういう時に3人要するにその1社だけでサービス購入じゃなくて複数社で集まって一緒に買うってことね。そうそう、それはすごいありだと思います。でなんか OSP がある種開催して取りまとめしてあげて、でスタートアップの人と組んで、でこうやってこうやってやってみるみたいな、で30人分のデータが出たら、あ、じゃあ割り勘じゃなくてちっちゃめのコース作るんでみたいになって継続利用とか、なんかずっとうちらが事務局やるのは難しいモデルだと思うんですけど、まあ、1年間お試し入り口で使ってもらう入り口になって取りまとめるとかはすごくありだなと思いました。なんかあの今日あの登壇してもらうあの、産業ケアマネの大城さんが、あの中小企業の皆さんも使えるようにって言って、その産業ケアマネのその組合をお作りになっている、でそれにちょっと近いかなと思うんですけれども、こっち側使う側が、まあ、ある意味の集団になって、サービス提供している方と一緒に共同購入みたいな感じですよね。そうですそうです。でなんかそういうメニューがいろいろあって、だったらなんか、まあ、ちっちゃい企業とか、業績が今の、今年の業績がそんなに芳しくない社会状況によってはみたいな状態とか、まあ、トップの人がそんなにやる気ないとか、あの福利厚生部分、いやこれでも研修とかでもそれいけると思うんですよね。なんかそのそれこそ3人しかいない若手のために若手研修はできないけれども、他の会社と集まって20人になったらできますよとか、なんかね、いろんなパターンがやっぱりみんな、ね、の規模のちっちゃいところで全てを自社で賄えないっていうこといっぱいあると思うので、そうですよね。それはこれからのなんか一つのあり方かなと思いますよね。そうからなんか規模が大きい会社と規模が小さい会社が上手に手を取り合って、県内の中小企業のみんなが元気になる、より元気になりやすくなるみたいなのはチャレンジしたいなということを思って、ちょうど真ん中ぐらいなので曲に行きたいと思いますが、じゃあ、まあそんなワイワイしている感じが私たちの今日の嘆きやら喜びやらが運な節にしようかな。運な節はなんかいくつか解説があって、基本的にはもう足火が、もう足火ができなくなって残念だな、会った人たち羨ましいなという歌詞からの解釈が何通りかあるというあれですね。今日もあのいつも参考にしている沖縄伝統芸能の魂っていうホームページから読んでるんですけど、その女ウンナナビが創作したと、で当時の社会情勢や政治に対する大衆の思いを力強く歌った流歌であると言われていますっていう文章があって、こうウンナ節をこの話の流れで出して、みんな欲しいものは一緒に勝ち取っていこうという気持ちで我々はもう足火というよりはさまざまな制度や、そうですね
もう足火は別に欲しくないけど、うん、でも、まあ、楽しく遊ぶ場はね、楽しむ場は欲しいですね。そうね、大事ですね。琉球は、古典音楽アフソ粒子版の玉城和樹さんの、ですね、よろしくお願いします。はい。いただきました。玉城さん、いつもありがとうございます。うんなびし、これね、やっぱ曲聴きながら歌詞をね、あの、返せるようになりたいですね。いつもなんか意味聞いた後に聞いて、うん、なんとなくこう単語が拾えるようになるかなっていうぐらいです、ね、なんかそんな感じなのかなと思いつつですね、うん、まだまだ勉強は必要です。いや、沖縄 SDGs プロジェクト、社会課題を解決するためのコミュニティであり、うんうん、プラットフォームですと歌いながら5年経ったねというところで、今日もラジオでいろいろお話ししているんですが、そう、なんかこの、ま、女性と男性ジェンダーみたいなところを話したり、共同購入で一緒にサービス使ってよくしていきましょうみたいな話が今日出たりと、いろいろ話してきた中で、なんかでも更年期の取り扱いは難しいなと思ってて、うんうんうん、女性たち、あの、男女共同参画の法律ができてから、うんうん、もうわーっと働く女性は増えているんだけれども、うんうんうん、いざこう周りを見渡した時に、うんうん、昨日か一昨日参加したイベントとかは、まあ、会場40名ぐらいいたんですけど、うんうん、女性は私ともう一人と、うんうん、あと運営側に二人みたいな感じで、うんね、よくある光景、そうなんですよね。だから数は増えてるけど出会うのは少ないけど、なんか例えば市役所行ったら、うん、私女性じゃない職員の人に担当してもらったのに、なんの数の方が少ないんですよ。私は割と女性職員に当たりやすい市役所、宜野湾時代、那覇時代。あ、そうですか。それはどういう分、そのスタートアップとかの担当の方ですか。あ、うん、普通に住民票取りに行ったりするときに、あ、それあの窓口とか、うん、あの住民対応とか、うんうん、そういういわゆるそのケア的なところはもう女性、うん、で、あの企画とか建築とか商工とかは男性みたいな感じで、確かにもう、あの、これ も, もう何年か前かデータも出したと思うんですけど、うん、あの
記事出てるのでまた後からシェアしましょうね、うん、あのその部署によってなんとなく男色の強い部署と女色の強い部署があって、やっぱそのケア的なところ住民化とかあと医療とか保険とかそういうところは女性が多くってそうじゃないところお金を使うとか、うん、そのなんか政治的な意思決定みたいなとあ政治は関係ないか、うんまあ、ところはまあ男性が多い男組と女組がかなり分かれていて前回参加したそのイベントも新規事業を作ろうみたいなイベントで、女性あの参加者側 の, その企業の中で一人だけ女性がいて、うんうん、なんかその異様さみたいなものが年々なんか私は強まるというか、うんうんうん、なんかいざ社会系というか、 なんかその人文学も勉強しに行くみたいな合宿行くと、うんうん、男女の割合って半々、うん、なんか自然と半々になってる、うんうんうん、なんだけどなんていうのかなで割と海外の企業さんとお付き合いすることも増えてきたんですけど、うん、まあ女性多いで、うん、だからその役職もやっぱり上の人が多かったりとかするんですよね、うん、で県外のイベント出てもまあまあその活躍されてる女性、うん、なんか今までとはまたちょっと違う形の活躍、うん、ナチュラルに活躍してる女性、うん、多いなみたいなことを肌で感じてて、うん、でいざ沖縄に帰ってきてそのイベントに出た時にあ本当に地方から優秀な人材特に女性は流出するのってこれだよなって、うんうんうん、会場ですごい思いましたね。いや本当に思いますよね、うん、私あの女性の、議員 の,、うんうん、あの率なんかはあの県と支部と町村部で分けると、うんあの県が一番多くて、うん、町村部があ市がその次町村部が一番少ないんですよ。やっぱりあのなんていうかあの都会からそのなんていうか終焉に行くにつれてやっぱすごく古いものがやっぱ残ってるんですよね。なんかその女性の比率っていうのもすごく見事にそれがもう現れている、うん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 、そうからなんか別にそのなんて言うんだろうジェンダーでこう女性の役割とされるものを、うんうん、あの引き受けて生きていくことが苦しくない女性たちがいるのも全然理解はしているんですけれど、うんうんうんなんか社会としての異様さみたいなものを、うんうんうんまあ、だからそのチェックインあのその社内の、ね、会議で女性が最近モチベーション保つの辛いんですよねっていう発言してくれて男性社員がまあいろいろこう教えてくれてみたいな図の後に同級生のメンバーとこうあれって多分ホルモンバランスだと思うんだよね言えなかったけどっていう話を、うんうん、そしたら彼がえみたいなホルモンバランスとか考えたこともなかったですみたいな人生の中で、うん、私が割と生理痛が重たい時が時々あって、うん、で彼はそれは知ってるから、うんうん、なんていうかあでもハルンさん大変そうですもんねみたいな、まあ、1ヶ月の中で調子めっちゃいいのは1週間だけだと思うみたいな話をしたりとかあとの1週間って生理で、うん、生理の前はなんとなくモヤモヤするというか、うんうん、なんか上がらんなみたいな1週間があって、うんうんうん、だからその間の2週間が、うんうんまあ、生理終わった後の1週間と、うんまあ、生理が遠い1週間は、うんうん、もうわりかし調子良い方みたいな絶好調は1週間ぐらいだなみたいなことは自分のリズム的にはそういう感じで別にそこにこのいい仕事を当てられるわけでもないからまあまあその時のね仕事をねそれぞれにベストをその日の100点を出そうとして70点なら70点なりの100点を出そうみたいな感じで働いてはいるんですけど、まあ、そうだからなんか彼の発想の中にホルモンバランスがなかったみたいなことが結構そのあの会場の異様さを男性たちは気づいてないんだろうなっていうのとすごいくっつきました。そうだからなんか男性たちはまあ本当そうなんだなって思うのと、うん、いや私もあんまりそのなんか生理でしんどかったりってあんまりなかったので今まで、うんうん、実はそのホルモンでこうなんか気分が上下してとかっていうのは正直あんまりよくわからなかった部類なんですよ。だから女性たちはそうだよねって言われてもふふんそうなんだねぐらいの感じでもちょっとこの年になってきてそれこそ更年期という時期になってきてなんかあこんな感じかなっていうのがやっと分かってきたのでやっぱりなんかねこう自分で経験しないとすごく分かりづらいっていうのはあるかなっていう気はします。そうですよね、うん、いやそうだと思うんですよ。なんか それと同じことが年下のことのコミュニケーションで最近多いなと思ってて、うんうん、自分からしたらこれは気がつけること、うんうんこれが気がつけてないことは怠慢みたいな厳しい
ことがこう、うんうん、でまあ、自分も散々ね、うんうん、鍛えていただいた、うんうん、だからその中で身につけていったことだから、うんうん、まあ、一回言われたらできるようになるかなとか、うんうん、こうやってこれ前も伝えたなみたいなことがこう重なっていった時に、うんうん、おーみたいな気持ちにもなるんですよね、うんうん、で、まあ、こうただなんかその彼女の苦しそうな様子を見ながら、あ、もう本当にそのまあ生理とかホルモンバランスとかって一緒で、うんうん、それぞれに情報の認識の仕方があって、それぞれに情報の咀嚼の仕方があって、うん、それぞれの身につけ方があるから、うんうんうん、なんか育てるとかも無理だし、うん、もうかなんか勝手な成長はなんか副次的なものというか、うんうんうん、目の前の業務に当たりやすいような環境を整えながら業務していった先で、うんうん、変わるかもしれないし変わらないかもしれないから、うんうんうん、何が刺さるのか、なんか環境を整え続けるみたいなことが正解なのかもなみたいなことを、まあ、なんかあのその仕事ってなった時に、うん、そのどこ、ここまでは、ね、やらないといけないっていうものがやっぱあるじゃないですか、うん、お金を払って仕事をしている以上、うん、っていうところはまあ一旦ありつつの、なんかやっぱ子育てもそうだなと思うのが、まあ、言ったからできるわけでは全くなくて、そうですよね、うん、言ったことがどこまであの相手に届いているのかも分かんないし、届いたからとてできるとも限らないし、うん、 そうね、まあ、そんなことの繰り返しで、だけどまあ一応今は言っと、これはダメはダメだよって言っとかないといけないなみたいなのをもう1億回繰り返すみたいなまあ仕事とね、まあ、子育てと もちろん違う部分はありつつ、うんうん、なんかそうじゃないと、いやそれは絶対ダメだから認められないよって言ったら、じゃあ首を切るのかとか、その人がそのやむまで追い詰めるのかとか、なんかそうなんですよね、うん、っていうか、なんかっていうところをちょっと思ってしまいますね。だからなんか、まあ、少しあのなんていうんですかね、乖離があるかもしれないんですけど、うん、合同会社のキングコングの中地さんとか、うんうん、何人かこう障害者雇用のお話をこれまでの沖縄 SDGs プロジェクトの場でしてくださった人たちの顔をこう浮かべていた時に、うんうん、このやり方だったらどうかな、この人はこうだったら楽しく仕事ができるかな、うん、みたいなのをすごくエンジョイしながら試行錯誤されていたなっていうことを覚えていて、うんうんうん、なんかその余裕というか、 なんていうのかな、やっぱり余裕って思っちゃうんですけど、うん、思ってしまいますね、うん、そう、なんか誰もが、まあ、もちろん自分も当事者に全然なりうる、明日事故に遭うかもしれないし、うんうん、明日精神が突然発症するかもしれないけど、うん、なんかそのなんていうのかな、もう本当にニーズに対してどこまで応えていけるのか、うんうんうん、っていうことをなんか日々試されてるなっていう感じは今働きながらありますね、うんうん、ですよね。そうなんですよ、こっちの状態もね、常にこうなんかいろんなことを目配りできて考えられる状態かというと、そうでもなかったりしますからね、うんうん、本当にね、そう、うん、でもハマったら、うん、そのめちゃくちゃ餃子作るの早いみたいな、うんうん、なんかそのハマったら多分すごくいいポイントもあるんだろうなと思いつつ、うんうんうん、なんか障害を持っているメンバーが必ずしもその天才性を発揮しなければいけないかというと、うん、そういうわけでもないし、そうなんですよね、そのね天才性をまた求められるとまたね、そうそうそう、大変だよっていうのもね、やっぱりね、そうからなんかこの課題結構自分の中で悩んでるなとは思ってて、うん、でもなんかね、多分こうやり方がまたあるんだろうなと思うのが、うん、あのオイストはがそういう実は結構上手なんです、うん、で何かって言ったら、もともとほらあちらあの多国籍のいろんなあの国から研究者や学生が集まってくる、で国だけでも50何歩とかあったかな、なんかそんなレベルで、でそれこそその豚肉を良しとするところから、触るのもダメな人から、うん、もういろんな人たちがいる中で、なんかその普通とか当たり前がまずないと、それは前提としてなし、うん、であなたとその全然背景も何も違うあなたと私が一緒に仕事をするときに何が必要ですか、うん、何があなたをやりやすいですかっていうのが当たり前だと、そこからスタートするのが当たり前、あー、面白い、でやっていくと別にその言葉が違おうと、その発達の凸凹があろうと、まあ別にそれはそれで、この人はこうだからなんとかこういう手当てしなきゃではなくって、うんうん、あなたに何が大事なのっていう文化で、それは別に思いやりとかなんだか、そのなんか人徳とかそんなんではなくって、仕事のやり方としてそれをやっていくから、そんな別になんか特に意識してませんよみたいな感じでさらっと
そういういろんな人たちが過ごしやすい場所を作ってますよという場面がありました。まあ、それが全部ね、全学的にできているかどうかわかんないですけども、少なくともそういう部署の、はあってですね、いやこれだよなって。でしたら別にほら余裕があるからできることでもなく、当たり前のプロセスとしてそれはやります。でその結果いい仕事ができたらそれでみんなハッピーじゃないっていう、非常にシンプルなんですよね。なんかその、ある意味その外見、側、見え方が違うからこそ違いが分かりやすくなっている。その多国籍であることとか、まあ、なんかその肌の色とか外見的な要素で、この人と私は違う存在であるっていうことが当たり前に受け入れられる。でもなんか側が日本人とかアジアというなんか、まあ、同じなだけでなんか全く違う存在であるっていうことがうやむやに、ね、これだからなんか分かるだろうと思ってしまうんですよね、でこれでもねすごくあのその人の認識、その人との距離感の取り方だと思うんですよ。この人は明らかにその人種が違うとか、背景の文化が違うとか、同じ文化だけど一応同じ日本人だけど沖縄の人がそうじゃないところ出身なのかとか、同じ沖縄出身同士でも男性なのか女性なのかとか、どの地域なのか、どんどん近寄ってくると思うんですよ。であの親族なのか親族じゃないのかとか、で親族でも外に住んでる人なのか同じ家に住んでる人なのかっていうところのすごいいろんなグラデーションの近さの中で、近くなるほどやっぱりしんどくなるものもある。だから家族同士でうまくいかないとって大体そういうところじゃないかなと思うんですけど。確かに、じゃあ同じ物語を共用、まあ、共有していることを共用されるじゃないけど、なんかその推測というか、 なんか重なり思い込みみたいなものが視覚情報からこう、あるとかイメージとか、でもそれは実際同じストーリーを共有できる仲間であったりもするわけじゃないですか。確かに、でもなんか違うということを受け入れたり知ったりするプロセスは必要かもしれないですね。多分それこそその双子ちゃんであって一卵性双生児の遺伝子、ね、の情報まですごく近い人たちでも違うみたいなぐらいの認識の仕方が必要なんだろうなっていう、ね、いやそれはなんか研修というか、その多国籍企業だったりとか、いろいろな人と働いてる人から学ばせてもらえるような気がしますよね。いやだと思います。本当だってこれやり方、その本当にあのやり方なので、なんかそういうアハ体験がリアルイベントの価値だと、まあ、冒頭の話、イベント増えすぎ問題の話に帰ってきた時に、その身体的な驚きを持たなければ、なんかその行動変容にはやっぱりつながらないと思ってて、オンラインセミナーとか、まあ、書籍だったり動画から受けるインプットっていうのは、なんかやっぱり情報として咀嚼はできるけれども、なんか情報はある種蓄積していくもの、でそれがやっぱりトライ、なんかその実際に自分で試してみるみたいな、身体を伴ったアウトプットを通じてスキル化されるものだと思うんですよね。もういつも私思うのが避難訓練だと思う。避難訓練アホみたい、あ言っちゃった。ビーってなってみんなでなんか防災頭巾かぶってでなんか階段から列になっておりましょうみたいな、もういいよこんな、もう分かるよって思うけれども、でもやっぱりその別にね、ノートに書けば1ページで収まるようなことでも、やっぱり身体化しておく、経験しておくことがやっぱりいざという時に頭真っ白にならず、あの、ね、必要だっていう理屈ですよね。っていう多分先人たち の、 あの経験の上に避難訓練っていうものは今もあるんだと思ってるんですけど、多分まあそういうことなのかなっていうのはよく思いますね。いやそう思いますね、でなんかこう身体、やっぱり身体を伴うっていうのは一つ、まあ、この AI がこうバーッと生成 AI が台頭してきたりとか、コロナが一段落して、でもまた新しいいろんな病気も出てくるだろうね、温暖化とともにみたいな話だったり、あそうそうそう、だから身体を伴うで画面の中の情報とか、情報だけだとやっぱり判断がを誤るケースっていうのはすごく多いなと思っていて、そもそも判断しなくていいものまで判断してしまうというか、例えばトランプさん当選しましたみたいな話に関しても、なんかその批判的な思考はもちろん必要なんだけれども、この後って必要なのは対話だったり、決めつけを超えて連帯していくことに挑戦することだったりみたいな、
まあなんかいろんな気持ちはあるんですけど、これまでのね女性蔑視の発言はなくならないし、うんうんうん、そうなんだけど、まあそういうことだなと思ってて、うんうんうん、からなんか。なんかそうなんですよね、最近それを強く思う。そうだからその更年期の話ともつながるんですけど、うん、所詮私たちこう体に支配されている身なので、うんうんうん、なんかそこの体を置き去りにして頭だけで何かしようと思ってもそれはすごくバランスの悪いことだなっていうのは思いますね。そう、うん、でやっぱり食べることからは逃れられない、うんうん、そうなんですよ。私最近ね、子供に言ってね、もういいよって言って呆れられたんですけど、生き物って消化管から始まってるんですよ。物を食べて消化してエネルギーを取り入れて増えるっていうのがミトコンドリア、あの生き物のスタートなので、脳なんてその後の後なんですよ、出てくるのそうね、そうですね。だからまず食べてエネルギーを取り入れて活動して増えるっていうのがベースなので、そこを置き去りにして、うん、その後から出てきたそのちょっとあの膨らんでしまった脳みそだけで考えても多分ね、それね、なんかどこかなんかおかしくなるんだろうなって思ってます。そうだからあの私はあのホワイトカラーというか、うんうん、脳みそを主に使う仕事で、うんうん、まあ、身体が身体も大事にしてほしいなと思いながら仕事することが多いんですけど、うんうん、そのまあ、なんかねその沖縄に今 いさせてもらえて暮らしていて、うんうんうん、ここで仕事をしてっていうところとやっぱり一次生産者だったりとか、うんうん、一次生産者に関わるような仕事をしている人たちがもっとハッピーにならないことには、うんうん、なんか自分のこの暮らしの幸せっていうのはこれ以上増えていかないなみたいなことを、うん、時々パッとやっぱり食べることから逃れられない、うんうん、なんか身体を持っている意味みたいなことを考えながら、うん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 そう、だからみんなが最近ね動画の AI が勝手に自分の動画を認識して入力、うん、自分の動画を食べさせる、あの覚えさせて、あの台本を入力すると自分がさも喋ってるかのような動画が出力されるっていうのが、それはもうこれ一般の人ができるレベルになってるんですか。あ、本当、へえ。っていうのをもう機器としてこう話していくんですけど、ええ、その便利さの向こうにどのような理想を描いて いるのかがすごく大事だと思っていて、うんうんうん、だからこの仕事なくなるよね、あの仕事なくなるよねっていう恐怖を煽るのにはやっぱり意味がなくって、うんうん、何がしたいのか、今何をしてると幸せなのか、うん、どうしても気になってしまう課題は何なのかっていう、うんうんうん、なんかもっとその起業家精神というか、うん、課題を解決する当事者である、うんうん、なんだろう、社会の一員であってみたいな、なんかそのもっとそれが求められてくる気がしますね。そうね、だからなんか所詮ほら便利に効率化するための道具じゃないですかね。そうそう、でだからそのあくまで道具だよっていうところはもっと認識してもいいのかなって、なんかすごいすごいなんか人間の代わりができるぐらいのすごいものかもみたいな、ちょっとなんかキラキラしすぎてないかなっていうのは思うし、だけどいや最近そうそう最近その課題解決のなんとかっていうのもチャット GPT に入れてこんなん出してみましたみたいなあのやり取りをなんか複数箇所でいろいろ聞くなと思って、だからその考えるのもでも代替してもらうようになるとちょっとそれはまた違うんだろうなと思ったり、うん、でやっぱり沖縄 SDGs プロジェクトのこの5年を振り返った時に、うんうんうん、印象に残ってることとか前に進めたなっていうことって、うん、やっぱり身体を伴う行動がそこにどれだけあったかなんだなって思ってて、なんか良い情報がたくさん集まることみたいなのは皆さんに価値として返せるけど、うんまあ、そのファクトがあるニュースみたいな、うん、記者が足で集めて取材して書いた記事みたいなことと似ていて、うん、なんかそのプロセス自体に価値がやっぱりある、うん、なんて言うんだろう、その構造に価値がある、 AI が考えてくれるのは別に、うん、考えるのは誰でもできるようになっていくだとしたら、うん、やっぱり感じて選んで行動ができて、うん、それを共有するっていう機能があるっていうところに可能性が残ってるかなみたいなこと考えますね。そうですね、あとまあなんかそこにどの質問文章を入れるかっていうところのやっぱりなんか何をその質問に抽出するのか、うん、どの言葉を使って、そうね、どの立場からの何を課題として捉えて入力するかっ
ていうところにそれこそそのホルモンの、ね、自分が経験したからそう思えるようになったんだとかっていうことも含めてそれから便利ですよ、うん、なんか自分で考えて言葉出すよりも便利で早いから、うんうん、もう使わない生活には戻れないなって自分でも思うけど、うんうん、なんかその、うん、ショートカット手段なだけであってっていう感じですよね、うんうん、そうそうショートカットの手段なんですよね、うんうん、もう一曲いけそうなので、はい、発音が難しいそうそうそうアギティクティンブシですね。まだちゃんと言えたことないです、はい、琉球古典音楽アフソリオ師範の玉城和樹さんですね。お願いします。アギティクティンブシをお願いします。いただきました。一次生産者のね話の後だったからこれがなんとなく1年間の豊作を願った歌。はい、豊作祈願の。でももう本当に今ね大雨で北部の方たち大変してて、いや本当ですよね。いやもうびっくりですよね。あんな1日というか一晩でそういうことが起きるんだなと思って、うんうんうん、ニュースの画面見たり友達が議員してるので、うん、議員の SNS 流れてきたりして、うん、道路のねあの割れてる写真とか見てびっくりしてますけど、うんうん、本当です。あのうち の, あの子供の行ってる学童もあのいつも国神の、ね、キャンプを行かせてもらっていて、でそのお世話になっているところも大変だっていうの で, で昨日おとついかな、もうあの支援員の皆さん、うんうん、もうほら子供来るの夕方っていうかね、午後か夕方じゃないな、あの昼からなので、うんうんうん、朝のうちからも国神に行ってお手伝いに行ってきてくださって、でその様子も、ね、見せてくださったんですけど、やっぱなんかなんだろう、やっぱそこもまあ距離感というかあれだけれども、自分たちがいつも使わせてもらってる、うん、あそこがこんな泥まみれとかっていうなんかショックはやっぱすごい大きいなと思いますね。大変なんですね、うん、それだからボランティアの募集も結構連絡が来てるよみたいな話を聞きながら、うんうん、あしかしこのそうですね、放送がある頃にはもうだいぶ終わってる頃なのか終わってたらいいなっていう頃ではあるんですけれど、ね、24日、ね、うん、そうですね、そういう気持ちですね。いやでもなんかその例えば能登だったりとかにしても、なんかあってね、うん、なんかやりたい気持ちのある人もなかなか沖縄からでは参加できないっていう時に、うん、でも近くの災害だったらね、うんうんうん、もうその時にあ行けないなっていうのがね、ここで出せたらいいですね。そうね、そうね、うん、そう思います、ね、いや沖縄 SDGs プロジェクトの公開企画会議みたいになりつつあるこのOSP ラジオですが本当です、ね、いやなんかこの2人あんなこと喋ってたけどそれはそう思うよとか、うん、それ違うんじゃないとかも含めてなんかねリアクションいただけたら ね嬉しいなと思います ね那覇の他の
番組の人たちはどんな気持ちでどんな話してるのかね、 FM 那覇本当ですね、もう少し知りたい。うん、私なんかやっぱりなんかね、ちょっとあのいろいろやり方を整えないとではありますけれども、うんうん、なんかパートナーの皆さんね、やっぱ出ていただいて、うん、そうね、うん、直接そのね声を届けてもらえたらいいなというのは思いますね。そうでしたね。うんうん、そんなこんなでお時間が近づいておりまして、はい、沖縄 SDGs プロジェクトは沖縄 SDGs プロジェクトで調べていただくとホームページも出てくるので、はい、こんな活動してるんだな、あんな活動してるんだなっていうのをぜひ見ていただけたらいいなと思いますし、はい、気になることは何でもお便りでね、はい、いただけたらいいですね。はい、この OSP なんですけど、 OSP で書けると違う OSP という会社がバーって出てくるのでOSP で書けるときには OSP と琉球新報とかで書けていただくと、あの私たちのところの OSP に届きます。会社があるんですよね、はい、あとね、沖縄スタートアッププログラムも略称 OSP で、 そうですね、やられてました。ね、私はすっかり OSP は沖縄 SDGs プロジェクトだと思い込んでいたのであの社内の別の会議で、違ったんだ本当にあそこそこ、うん、ずっと OSP の話みんなしてると思いながら、うん、なんかちょっと違うな、違うなって、すごいいっぱい話されてて嬉しいけどなんか違うって、うん、あ、別のかって、うんうん、まあそんなこともあったの で、ね、ぜひ皆さん琉球新報と入れて調べていただけたらと思います。はい、アクセスください。また2月にもねカンファレンスありますから、す、ね、一般の人が受け付けられるようにオペレーションも整えていきたいなと思います。はい、はいはい、それではまた来週も日曜日12時からぜひお聞きください。はい、ではまた沖縄SDGsプロジェクト OSP ラジオでした。ありがとうございます。